さあどこ行こうかな。もう20分ここにおるな。そうやな。なんでここに おるんやろうな。どっか連れてってくれ。発信しながらな。よし。天気いいな。天気いいな。何しとるやろうと思われるやろな、こんな若者がさ、うん、ちょっと待ってな。なんかあるな、ここに。マスク、つけっぱなしだよな。あ、天気いいな。天気いいよな。大豆のランチごちそうさまでした。いやいやいや、うまかったな。あ、美味しかった。この天気いいなって言っても、まあ寒いけど、トランポリンハウス、あ、今流行ったんだよな。なんかスクールみたいな感じかな。はい、飛んで、はい、飛んで。悪いやつはおらんか。悪いやつは、いやな、悪いやつおらんか。ああ、おい、悪いやつはおらんか。俺らが悪いやつだよ、まあ、こんな。そうか。さあ、今1時23分。かな。声かけとったな、今。前のカーブ。お姉さん。悪いやつだな。うん。ちょっと当てたろうか。ああ、前に来た。あー、ついてく、ついてっとんな。逃げてっとるもん。お姉さんすごいスピードだもん。法定速度以上出とる。このおじさんは法定速度守っとるけど、うわー、ほらビューって出てちょっと怖いなー、この人。どっかを探してるね。うん、ね、なんかね、ないな。ああ、いい顔しとったな、あれ。警察がうち来たっつったか、入ってきた。え、警察がうちに来て、うん、通学路の標識が木が見えないので切ってください。あ、今の話。うん、うん、悪いやつだな。そんなな、てくださいって。屋根が短いからさ、ちょっと逆光みたいになった。よし、スタバ行こう。スタバドライブスルー。ドライブスルーのスタバ初めてだな。滝の水の、うん、滝の水もあるよね。スタバのドライブスルーあるよね。こういう郊外のな、スタバはみんなドライブスルーあるよね。街中はないけど、まあ広いで、うん、まあ、まあテイクアウトね。俺も前にもらった、誕生日かなんかにもらったスターバックスのカードまだ持っとるで。あげてない。そういう嘘はいかんやろ、やっぱり。もらったよ。あげてない。あ、あげてない。で、違う子かな、あげたかな。もらったよ、スターバックスの。お前コーヒー好きやろっつって言って、うん、
逆光で見えへんな。抹茶クリームフラペチーノの、はい、一番大きいやつください。はい、ダークモカチップ、はい、これって甘い？そうですね、チョコレート系のフラペチーノ。いや、その コーヒー自体。コーヒー入っているので。コーヒーはブラックとかできるの？コーヒーはブラックが入ってる？ダークモカチップフラペチーノですか？うん、コーヒーの上に生クリームみたいに乗ってるんでしょ？はい、上に生クリームが乗ってるんだよね。乗ってます。で、そのコーヒーのベースはブラックです？ブラック、ロースが入っていて。砂糖入ってない？砂糖は、少々お待ちください。ダメなこと聞いとるのかな。お待たせいたしました。フラペチーノ用の、ブラックのコーヒー入っております。あ、じゃあそれでお願いします。はい、初めて頼んだけど。フラペチーノってあれだからね、ちょっとシェイクみたいな。確か確か。やめようか。あ、すいません、シェイクみたいなやつ知らなかったんで。名前がややこしいよね。名前ややこしい。別にグランベなんかとか必要ないよね。生クリームが上に乗ってるやつって喫茶店で何だったっけ？ウインナー。そうそれと違うのかな。フラペチーノもな、フローズンとかな。あ、それ分かりやすいよね。うん、でも違うかもしれないじゃん。まあね、若干製法が、うん、ブラックって言ってたからさ。なんか入れたな。なんか入れた。あ、違う人のやつ。何かしら入れるだろうけど。じゃあ僕らのじゃないかもしれない。うん、緑のやつ入れとる。あ、緑のやつあんたのやつやないね。そうやな。抹茶頼んだでしょ。抹茶。なんか入れたよ。うん、消毒みたいなやつ。甘いやつだ。ああ、そういうことか。消毒用のジェル入れた。それはそれでちょっと一回飲んでみたいよね。楽しみだな。ベッティサイズの抹茶クリームフラペチーノでございます。どれがでかいの？ええか。大丈夫大丈夫。それだけだったら安いね。一番最大でそれだけ安いね。500円になったら。夏飲みやつ。ベッティサイズのダークモカチップフラペチーノでございます。ありがとうね。大変お待たせいたしました。ではいただきましょうか。いただきましょうか。ちょっとこれがね、やっぱりね、ちょっとシャーベットみたいなやつだね、これ。そうだね、フラペチーノ。うん、ちょっと違ったな、イメージ。ちょっと返品しに行こう。これちょっと違う。いただきます。もらった時に、ちょっと違うんだよな。フローズンって書いてないからな。あー、いいね。知っとったの？知ってた。違う違う違う、これフローズンだよみたいなやつだよって。うん、なんで言わんの？なんで後から頼んでから。多分フラペチーノはフローズンみたいなやつだけどなって。なんで言ってくれない？フラペチーノのことを知ってるかなと思った。知って頼んでるんだろうなと思って。あー、苦しい。カードが残っています。じゃあ、いただきます。すごいフラペチーノの味するね。濃いよ、すごい。うん、
大丈夫だろ。何がそれで、まあ、大丈夫だよ。ダイエットなんかしない？大丈夫なの？大丈夫。だってカロリー多いよこれは。まあな、まあ、まあコーヒーはだけどね、上に乗っとんのか。これさっき入れとったしな、なんか消毒みたいなやつガムシロを な、はい、キャ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 って入れとったもん、うん、大丈夫？大丈夫、うん、はい、届きました。手向いた。どうなった？ええとこまで行ってんじゃないの？あ、ちょっとかな。いけ。すぐ取れからって。ちょっとやって。今切れんかった？なんで落ちんかよ。もし落ちると危ないで。大丈夫、ヤマゼンがついてるから。いい燃料になるね。これはすごいね。もう大丈夫だね、もう大丈夫だ、うん、通学路の看板ちゃんと見えるね、うん、大丈夫大丈夫、よし完璧。